声優をやっております白井雄介と申します。今日は、短い時間ではありますけれども、声優とはどういう仕事なのかっていうのをその魅力だったりとか、を皆さんに伝えられれば、いいなと思って、ぜひね一緒ちょっと皆さん寒いと思うけど、なるべくたくさん笑って温かくできるように、楽しい時間を一緒に過ごしましょう。よろしくお願いします。飴玉を出せと侍は言いました。お母さんは恐る恐る飴玉を差し出しました。侍はそれを船のへりに乗せ刀でパチンと二つに割りました。そしてそれと二人の子供に分けてやりました。それからまた元のところに帰ってこっくりこっくり眠り始めました。はい、ということで以上です。ありがとうございました。そして、僕がそうですね、僕が小学校の頃卒業式に担任の先生から、一人一人色紙を渡されたんですね。先生が直筆で字を書いてくれて、それを一人一人に渡してくれたんですけど、その色紙に書いてあった言葉が自分を生きるっていう言葉だったんです。その時は僕も自分を生きるってどういうことだろうってわからなかったんですけど、でも大人になっていろんなことを経験して、自分を生きるって、自分を大切に、自分は自分しかいないから、やっぱり自分のことを大切にして自分を好きになって自分を愛して、で、そうすることが大事だよって、そういう気持ちを忘れないでっていうことを先生は伝えたかったのかなって思いますんで、僕も今その言葉をちょっと皆さんにねお伝えしたいと思います。自分を生きてください。これからね。